好きなククってありますか？いやおもろい。いいよね。こちらのお題で、3分間、スタートです。流しておくかな。さすがに怠慢だとまだ。怠慢だというのが好きです。はい、寺さん。そうですね、私は9時36ですかね。くしくしってこれで惚れた。手すり野郎さん。いや、2桁なんですけど、いいっすか。寺井さん、そういうのを授業中とかに考えるタイプだったんだ。一緒ですね。手すり野郎さん、じゃじゃ、あとは若い分子同士ね。1分30秒経過。寺さん、へえ、あなたも算数されてたんですね。鉄井野郎さん、どうしよう、奈良の段言えなくて VTuber って呼ばれたらどうしよう。全員が全員じゃねえだろ。残り45秒。寺井さん、クックの話もするってことは、その後々バリザーの話とかもするのかな。あ、割るって良くないけどな。手すり野郎さん、あ、やっぱ学生証写真にしたらそうだっか。はい、そうですね、ここで終わりにしましょう。ではどちらかに拍手をしていただきます。では入った寺井さんがよかったら拍手。ゲームリバー手すり野郎さんがよかったら拍手。まずは一本選手で、次は画像の戦いか、順平アナコンダさんと戦いということになります。はい、では、では、はい、ではこちらのお題でスタートです。はい、順平アナコンダさん。魔王作ろうとしている。はい、手すり野郎さん。これが赤です。はい、手すり野郎さん。火から逃げてる。何のためにいるんだお前らは。はい、順平アナコンダさん。22世紀でもよろしくな。これ受け継がれてくるんだ。意外すぎるかもしれない。はい、デスリアロさん。おい、靴持ってくれよ。ジュマペアナコンダさん。
デヴィ夫人がこれを見て出川にやらせようとした。背景的にも。ルメさん、表現しているのはどちらかというと海っていう。空でやってるのに。さあ残り1分、半分経過しました。はい、手すり野郎さん、散髪してからやってる。入れてきてる。純平さん、縦か矛かで言うと矛の方。そうだと思うけど、全てのモテ縦か矛に分けられはしない。残り1分。手すりやろうか。あった、俺らが乗るはずだった船。見つけてどうしようってんだ。はい、純平さん、芸人の斜め45度さんがこれを見て俺たちも頑張らねえとな。あんなに斜めで頑張ってきた人がいるから。最近見ないですね、斜め45度。ははは。手すり野郎さん、すいません、聞いても広がってるかもです。お前らでなんとかしろよ。知らねえよ。応用ですが、まあ、じゃあ純平のものさん。はい、金目鯛の長さ。物によるな。手すり野郎さん、女大目に募集中。さあ、ではどうなるでしょうか。じゃあ聞きましょう。ファイター純平アナコンダ、すみません、手すり野郎さんがやるかな。ファイター純平アナコンダ、ここ2対1となります。文章とかそうちゃいなさい。文章で、はい、ホリエモンの野菜が美味しいから食べてくるのか。3分間スタートです。はい、手すり野郎さん、いやでも食べるの。はい、寺井さん、焼いたレンコンだ。野菜は野菜。いいのか、それで矢を使っちゃって。はい、手すり野郎さん、やる気出てきた。さあ、3人か、さすがに3人になるとね、展開が早い。はい、寺井さん、野球見ながらビールと食べるキュウリうめえ。ビールがメインだ、そりゃ。野球選手もポテトとか食べて体でかくしてんの。手すり野郎さん、やばい、ポテトチップス止まんないよ。それ野菜が美味しいから食べてるって入ってないって。スナックがしかりとね、これ。単純にやっぱ2対1が不利なんですけど、これまあ過去にはね。はい、寺井さん、野菜畑に来ました、もう嬉しい。食べてもないのに。純平アナコンダさん、矢のごとし夏野菜。手すり野郎さん、薬局にも置きましょう。残り1分20秒、寺井さん、野草は野菜ではありませんでした。はい、手すりさん、刃で美味しく切る。刃って思ったことない。はい、寺井さん、奴が来る。
ね、あコメントしてきた人残りの時刻、純平アナコンダさん、やけになってもジャガバターがあるじゃない。手すり野郎さん、やらしい形はよりおいしい。そんなことないって。どっちかっていうとまっすぐしゃった。はい、テレさん、子供の頃のポリエモンなんですけど、やだ野菜食べたい。珍しい言葉な。はい、手すり野郎さん、やーパズリー。ちっちゃいもの。いやーって言ってからの動きが一番小さいかもしれないよ。じゃあ10カウントにしましょう。使うのは10 9 8 7 6 5。はい、じゃあ寺井さんから。焼畑農業でいっぱい野菜作るぞ。手すりさん、約束の地北海道。大事だな。純平アナコンダさん、矢継ぎ早にビタミン B。 あー大激戦でした。いやー、でどちらかに拍手していただきましょう。ファイターチームが良かった方、勝者ファイターチーム。